うんこんばんは、うん、シェアをしますねシェアしようっと、うん、こんばんはこんばんはシェア あのさっき投稿したんですけれどもさっき投稿したんですけれどもぜひ見ていただけたらと思いますおプチいいねーあれプチプチプチあれあれ,あれリプとか出てくれて嬉しいです <laughs> 見ましたありがとう今日はオンライン個別話し会でしたありがとうございますなんかちょっと なんかほんのちょっとだけ会えた気がする会えたいよねちょっとだけちょっとだけうれしかったしゃべりたかったのですごく楽しかったです <laughs> ねみんなも会いに来てくれてありがとう本当にうれしかった 全然汗だくでもなかったし、全然ボロボロでもなかったし、あの、全然、あの、もう、存在、もう、可愛いパジャマなかったって言っても、もう、存在が可愛いので、もう、本当に可愛いです。<laughs> こんばんは。こんばんは。こんばんは。ほまにほまにほんと。ほまにありがとう、ほまに。そんなん言ってくれてほまに。ほんで、外からして。え、全然だよ。めっちゃね、青空だったの。え 大空だっていうねすっごい青空だったよすごい青空でしたありがとう来て帰って仕事中にあっお仕事中だったんだいやてかお仕事中ってさっきさっきなんだっけあの見ましたありがとうえっあれってさあの予定してた秒数よりも少なかったってことねえもしそうだったとしたら本当に申し訳ないえでも嬉しかった名前が見えてえっあの あのまるまるさんってなってすごい嬉しかったありがとう忙しかったのに会いに来てくれて嬉しいなそうなんかねよく SNS とかでさこう仲良くしてくれて見てくれてるさ誰々さんとか来てくれたりして「えっあの」えあの」嬉しかったなそういうのも,のも多くてこんばんはこんばんは え、ね、雨降ら、雨気づかなかった。降ってたのかな雨気づかなかったかも。あなたちゃんと試合勝てた。おえよかったやったありがとう。<laughs> 仕事今。え、ありがとうね、ありがとう。ありがとう。ね、ありがとうございます。え、待って。私これ錯覚じゃないのいやー、いやるいよね。ね、ありがとうございます。待って はじめ地蔵さん <laughs> ありがとうはじめ地蔵で合ってるよね。はじめ地蔵って呼んでるけど。はじめ地蔵はじめ地蔵って言ってるけど、私は。呼んでってるけど。え、ねね、ありがとう嬉しい、まパフェ。ちょっと久しぶりな最近アイスだったから。嬉しい、ありがとう。はじめ地蔵さん。 今日はありがとう来てくれて、はじめじじょうさんは今日ね来てくれたんですよ。<laughs> 嬉しかった。そう、これうさぎかこのなんか白いさ、白いあのクマみたいなあの、このアイコンのみたいな。これうさぎでした。全然うさぎでした。えー、ありがとう。嬉しかった。本当に本当に嬉しかった。なんか、なんかきっかけとかも話してくれて、嬉しい。 ねまさかこうみんなきっかけってまあ、それぞれそれぞれだけどさなんか「えっそのそのきっかけで?」とか「友達から勧められてちょっとえっそのお友達が勧められてそれでそれで好きになってくれたの?」とかさいろいろあるけど本当に嬉しいです嬉しかったそういうのも聞けてよろしくね本当にもう1年1年経つかな1年も2年も3年も4年も,もうずっとねよろしくお願いします 嬉しい。今日は会いに来てくれてありがとう。そして、熊パフェ。はじめ地蔵さん、ありがとう。嬉しい。嬉しく、ありがとう。こちらこそありがとうね、本当に。いただきます。パフェ。いただきます。嬉しい。嬉しくね。楽しみ。楽しみ、これから。これからも、じゃあ、あの、フリーズしてもらえるように頑張るね。良すぎてフリーズしてもらえるように頑張るね。<laughs> ありがとうございます。くまぼぶありがとう。初めてごめん。え、ねありがとうね、そうおお、あの、いっぱい話せてめっちゃ嬉しかった。本当だ。ぽっちゃんもめっちゃ見てる今日てかさ、なんかもうちょっと近づけようかな、私。なんか画角がなんか。ねでもしょうがないか。 もっといいところ見つけたいんだけどな。いい画角。いい画角ありますかね <laughs> 聞く。おすすめ商品聞く。そう、うさぎっぽいですよ。今日の話がめっちゃ来た。ああ嬉しい。そう思ってくれてありがとう。いまだまだ待ってるよ。いっぱいあるからね。これから。ショールームいろいろ見てみたけど、小沢さんが一番爆笑。え私そんな笑ってるかな 爆笑になりました小澤あゆみですよくメンバーに「えあ愛ちゃんが爆笑してるとこ見たことない?」って言われるのね。で「えー?」って笑ってるよと思うけどなんか私笑ったら声が出なくなるタイプなのかもしれないの。だから意外とも爆笑してるところってあんまりイメージがないらしいよ。笑ってはいるけど 爆笑はもう声出なくなっちゃうからあんまりねあれらしいイメージがないらしいです本当に笑って右下蹴ってっちゃそうだしハハて蹴ってっちゃうかねうん<ー>仕事戻りますかごめん、うん、頑張ってねありがとうわざわざお仕事さ駆け抜けてあ駆け抜けて抜け出してくれて会いに来てくれてありがとうねまた会えるように頑張る私も頑張れー <laughs> 嬉しい 今日お話が緊張してえやっぱりなんか緊張してるのかなのかなとかちょっと思ってた嬉しいありがとう来てくれて昨日誕生あえそうなのそうなの昨日の何日 ?13 日おめでとうハッピーバースデーアイマイミーハッピーバースデーアイマイミー待ってめっちゃ語呂いいハッピーバースデーディアアイマイミーハッピーバースデーアイマイミーおめでとう

すごいよね。本当に。うん、中尾さん、こう、峯岸みなみさんもずっとお美しい。お美しいじゃないですか。ね。本当にすごい。ね、本当に。ね。どうなって。いらっしゃるんだろうという。本当にお綺麗。ずっとお綺麗 <laughs>。うん。うん。え、嬉しい。見るの、ね、後でボード。ありがとう。 X の写真良すぎて踊り出してしまいました <laughs> 本当どんな踊り何系の踊り <laughs> 嬉しいヒップホップかなジャズかなバレエかなあバレエバレエバレリーナかなそれうんまあなんだろううん ストリートスナップじゃなくて <laughs> あのストリートスナップ撮ってるものなんですけどもああはいち撮っ,ってもらってもいいですかああ、はい入ってたよね今あんま見なくなっちゃったあんま見なくなっちゃったかもなんでさポッチャマっていつも向きが合ってんだろう別に私い意図的に変えてないですよほんとに

と言われてもかソーラン節私ソーラン節結構私火ついちゃう人なんですけどいいですか本当にあっ <laughs> ラーボール回る <laughs> 全員う幸せになれき然とあ落ちたありがとう <laughs> 不思議だしももじゃせの You too. えみんなとおかけ言ってますかみんなさ「y o u t o o m e t o o って言われてさ「y o u t o o y o u t o o m e t o o m e t o o ってみんなおかけとか言ってるよねなんだかなんだかこれからねこう新曲とかもこうだんだんあおりを入れてってるんですよんけどここはみんなコール打ってくれてるのかなってここは「はいはい!」とか言わない方がいいかなって考えてるんですよそうだから待って、ね、ゲスト大丈夫ですありがとうねみんなみんな本当にありがとう なんかその夢見るでもその一感想のところが振りがねこうやってやってんのよだから「はいはい!」って一番初めは言ってたんだけどでもこのリリーベイお宮でねやった時のリリーベイでみんながコールしてくれてるなと思ったコールしてくれたんですよだからここはコールを打ってくれてるから「はいはい」って言わない方がいいんじゃないとか今ね調整中なんですよね追っかけてるよねやっぱり 言ってるようだったよね。じゃあそうするね。You too. Me too. Me too. Me too. うんうんうん。おみや楽しかった。嬉しい。ありがとう。初見ソング。ありがとう来てくれてたのね。ありがとう。暑かったね。 あなたに私は何を買えばいいですかえ会いに来てくれるんですか会いに来てくれるんですか会いに来てくれるんですか <laughs> えっと多分水曜日あたりにまたオンラインの応募が始まるんですけれどもオンラインもあるしオンラインお話し会もあるしあの今サイン会もあるし対面10月にね10月に対面イベントがあるんだけど 対面もまだ残ってるのでぜひ会いに来てください。対面待ってますみんなよろしくね。<laughs> え始まんないだっていつもだいたいセぐらいに始まりますよね。<laughs> え待ってありがとうひろとひろとありがとう待ってひろとってええあのひろとえひろと ひろと, <laughs> と,とってあのあの今日来てくれてるあのさあの本えっと SNS は何か本本だっけなんかさブルーっぽい感じのなんか青っぽい寒色系の感じのあの本,本かちょっとあの鮮明にはあのあれなんだけどあれ,あれだよねなんかそういうあの青っぽい青っぽいあれですよねえー、うれしいひろと あ、待って、今日ようやくはじめましてできてえー、嬉しいあミちゃんにずっとついていくと決めた日握手ですこれこれ握手握手え嬉しいありがとうありがとう私も嬉しかったヒロト、はじめヒロトって出てきてえー、待ってあのヒロトいつものあのヒロトって思って行ったら あのヒロトだったから、すごい嬉しかった。しかも何回かね、あの、ループで来てくれて、嬉しかった。ね、これからよろしくお願いします。なんか改めて言ってくれて、えー、なんかずっと一緒にいてくれるんだ、と思って、すごい、嬉しくなっちゃいました。ありがとう。あ、本だってた <laughs> 嬉しい。ありがとう。ヒロト、こちらこそね、こちらこそ、 あの本当にししくお願いしますもうひろととねもっともっとあのー、いっぱい時間を過ごして最高の時間をこう重ねていきたいと思います夏がこれから待ってるからね私もこうちょそう思ってもらえるように頑張るそう楽しいって思ってもらえることが私は一番なのでそういう気持ちになってもらえるように頑張るねこれからいっぱいお祭り作るの作らね <laughs> ありがとうひろと えっとクマパフェ,パフェありがとういただきますいただきまーす, <laughs> ますありがとう本当に嬉しいみんないつもありがとうねアイスとかもいっぱい奥さんプレゼントしてくれて私本当にアイス好きだからね嬉しいレア <laughs> にかなこわからしろいあやかも <laughs> ジェイムがなったら急いで集合

あ前がさ「ピッカピカのダイヤモンド」って歌ってたじゃん多分んめっちゃ前えめっちゃ前じゃんと思ってねすっごいねガッツポーズした記憶「欲しいものは一つだけあなたのその心おいちゃんぐらいの長さでできるヘア,アレンジないですか今度は体育祭なの <laughs> そうなの同じぐらいえ体、ー、育祭 でもポニーテールはまだちょっとあれか短いですよねこうなったとしたらでもあの二つ結びツインテールとかどうですかツインテールツインテールでも同じぐらいやったら待って三つ編みもまあワンちゃんいけるんじゃない全然ごめん今超適当になってるけど超適当にやっちゃって私はウルフの名残があるからちょっとアレンジしづらい部分があるんだけど 全然三つ編みもいける。三つ編み、二つ、二つ系とかどうですかあ、音符ちゃんだよいいこと言うね。<laughs> 音符ちゃんだよ。今日私がやってた音符ちゃんヘア。こう。これです鉢巻きとかありますか鉢巻きとかあるかなもうこれだよ、これ。絶対これ。これにしよう。私も本当は、あのー、 体育祭で、あ、体育祭じゃないや。イコノイチョイ体育,体育祭じゃないや。イコノイチョイ、違う違う、イコノイジョイじゃない。えっとね、えっと、ミニ運動会。ミニ運、<laughs> ミニ運動会で、あの、音符ちゃんヘア、リンゴちゃんヘアをしようと思ってたの。だけど、できなかったから、いつかやりたいんだよね。でもライブで音符ちゃんってちょっとあれですかだから、どっかでやりたいんだよね。何のヘアアレンジみたいですか 私の夏は、ヘアアレンジを、頑張りたい。そんな、夏。そう。だから、みたいなの教えてほしい。でも、もう一回、ニックフェスでやってた、あのー、クルリンパハーフツインてな、ハーフツインか。は、やりたいな、とか思ってるんだけど。まあ、わかんない。それがね、こう、やりたいと思って,て、こう何、何その、 最後最終的に決めていただくのでちょっとちゃんとそうやりたいって言ったやつになるかはわかんないんだけどそう一応その希望を出すっていうのねうん <laughs> そうでも私カチューシャが多いからあんまりヘアアレンジね限られるんだよね21の秘密の時とかどうですか何がどどれどど,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 どこが何,何を あハハッ何ぞ今何だ21の秘密の黒リンパあえどれだ何の髪型だろううんあリンゴヘアねえでも今日一応リンゴヘアだったんだよ気づいた一応こうやって私ピョンってピョンってやってたんだよもっとオーバーにってことかしらもっとふいっぱい撮るってことかしら あのアニメキャラみたいな仕事私今日こここからちょっとこうやって撮ってちょっとこうやってやってたんだよねもっと取るみたいなあもっと取るないるよねこうハーフハーフアップみたいな感じでこうこうみたいな <laughs> リンゴちゃんヘアとモモちゃんヘアって一緒ですか呼び方がそれぞれずっともそもそ,もそもそですけれども そうんうんうん木花さんが3周年でて低めのやばい保湿位になってる保湿になってるよう保湿になってるようんだろうな,な,な何どのヘアレンジんでる3周年か3周年かでもツインももう、まあ、うんできできる長さではある全然だって後ろから見ると超長い超ではないですね全然すみません うんハーフツイン <laughs> すごいあイみュより星マスターがいるあでもね私もそうそうあのカチューシャが多いけどあのカチューシャをしてその後ろ目で後ろ目ごめんなさいこれ今ウルフなんでこれ超短いんだけどこの。 カチューシャなんかあるかなじゃあなんかごめんなさい黄,黄色しかないけどカチューシャをするとするでしょカチューシャを知りましゅあこれ <laughs> 私えこれずっとこれつけたいと思って勝手でずっとつけてなかったここで見せちゃった<笑><笑>これこれなんか超安かったのこれすっごい安かったの すごい安かったの、ね、よ。で、もかと、もかと <laughs>、も,も,<か> <laughs> も,もかとジュリーとお出かけしてる時に、なんかみんなが買ってたから、なんかちょっと、お安い、お安いセールみたいにやってたのよ。めっちゃ安いみたいな。だからみんな買ったから、じゃあ私もなんか買おうかなってノリで見せたら、黄色があったから、いいじゃん、黄色って。いいじゃん、黄色って思って。 でつつけけようと思っってつけてなかったもうこれでカチューシャするとするじゃん。でそしてこの後ろ目ででも私のあのディスコのカチューシャはちょっと太いのねカチューシャがだからこの,この幅より太いからできるかわかんないけどハーフツインするとしたら後ろ目でハーフツインこうなるんだよね どうですかあんまりわかんないこういう感なだから <laughs> ギルティーそういうのもできたらいいよねっていつか思うけどギルティーって分かるチョコプラさんのギルティん。 そうだからあれ結局体育祭はリンゴヘアになってんの、ね、落ちたよねそうなったんだよねどうですかリンゴヘア <laughs> どうですかリンゴヘアわかるさすがだくさんいいね体育祭いいな <laughs> 最近確かにでも私服でカチューシー作ってないかもしゃっくり止まんないうんうんうんひびひといえばはいあの日々といえばですねあの 私はいつも皆さん経済のフィルムって普通のフィルムですかそれともブルーカットフィルムですかそれともその他の方が斜めから見れないようにっていうフィル,フィルムですかそれとも絶対に画面を貼たくないっていうガラスのフィルムですか私はガラ何も貼らない何も貼らないえ液晶ですよ落とさないの ないの割った割,割らないのえ当にいやそれ何も貼ってないと思っ,と思ってていやあの何携帯会社の人が最初に貼ってくれてたっていうことはない貼ってくれてたってことはないですかあの携帯の人があのご厚意でこうつけてくれてた貼ってくれてて気づかなかったみたいなことはないですかえ割ったことないの 私もね割ったことはないよその本体自体はねえー、すごいよほんとに <laughs> すごいよすごいよ私は本当に携帯落としちゃうの。 だから私メタモンのこのこれをつけてんだけどあれをつけてても落としちゃうのでもあれを絶対つけないと私はもう東京の街で絶対落とすから私はいつもここにかけてるんですよね携帯をブラブラってなんだけど私はガラスのフィルムを使ってるのねでもガラスのフィルムって、まあ、本体は絶対守ってくれるんだけどまあフィルムはガラスだからすぐひび入るのねでこの間ガラスのフィルムにひびが入っちゃったのね でまあずっと使ってたのよけど自撮りの内壁の内壁のところに線が入っちゃったのねだから自撮りをしようと思うと思うあ歩みがいっぱいいるのなんかそうだからあこれはいかんと思って外したのよだから1日ぐらいは何も貼らずに使ってたんだけどもう怖いもう1日だけでも何にも貼ってないっていの本当に怖い本当に怖い そうだからその次の日にちゃんとあの買いに行って今新しいガラスフィルムに変えましただけどそのガラスフィルムのなんか説明書きみたいなやつにそのただパッと置くだけであのピタッと貼れるよみたいな書いてあったのねだからこうやって空気抜きとかさしなくてもいいんだと思って何も気にせずにポンって置いたのそしたらすんごい空気が入っちゃってすんごい空気が入っちゃってねもう喫茶で 喫茶でね <laughs> 喫茶でずーっと空気抜きしたこうやって <laughs> ずーっとずーっと空気抜きしてましただけどなんか今今こうきそれ今この話をして気づいてみたけどあれか空気抜きできてるかも空気抜きなんか使ってるうちに空気抜けたかもよかったよかったそう 喫茶でね <laughs>、そうこうやって迷惑にならないよね、ひっそりこうやってやってました嬉しいもう絶対に割らないもう本体は割ってないからねまあ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 でも今のフィルムってさガラスフィルム何円すると思いますかおいくらですと思いますかもう結構するでしょまあそれだけ守ってくれてるからいいんだけどねうん春のお風呂場でえ なんでなんでどうしてえなんでそうなのちょっとお水お水になっちゃうよお風呂とおえそうなんだ埃ないんだ埃回らなあそうなんだあ確かにえー、確かに埃見たことないかもお風呂場ですごい いやでもお風呂で貼るのか難易度高いね結構私は一生ペタペタしちゃうんだあのシールみたいなやつでもうペタペタしてもさすぐなっちゃうよねあれ難しいよねうん <laughs> 空気抜きしてる亜みちゃん絶対可愛い <laughs> 可愛くないよ必死だよこっちもこうやってクックッってやってるから <laughs> ありがとうそうやって思ってくれてじゃあ可愛く空気抜きできるように頑張るね 絶対終わらないそう思ってた時期もありました私も今そう思っています私も今絶対に終わらないと思っていますいや怖いよ絶対に終わりたくない絶対に終わりたくありません <laughs> でも俺は誇りを持ってにや上演してるけどねさすがもうもうもうモリモリにしてモリモリにしちゃってもう積み上げちゃって そうだからもう私は頑張って落とさないようにするでも洗面台で落としちゃうんだよねなぜなら洗面台に行く時も圭ち持っていっちゃうからダメだよねこう洗面台のところにポンと置いちゃうのよそうするとねそうするとね落としちゃうダメだよねって思ってるけどこれからも私はきっと洗面台に持っていくうん <laughs> この前パピモッチを迎えしたらもちもちすぎて感動しただしょだしょなんだか噂によるとコナーさんがパピモッチにハマってくれてるみたいでとっても嬉しいですはいコナーさんはパピモッチが好きみたいでパピモッチハマってくれてて本当に嬉しいですパピモッチのパピモッチのグッズあげたいな 洗濯機の上にのせますねあーなるほどねなるほどねでも洗濯機も押してたら落ちちゃうよ振動で「<laughs> ポケセンで買うなら何か住まいある」えっと7月の二十何とかにその「あらゆるシリーズ」っていうのがあってこう「あらゆるぬいぐるみシリーズ」はいぬいぐるみって皆さんぬいぐるみ可愛いですよね で持ち歩きたたかかかったりすするじゃないいですか可愛いからだけどぬいぐるみ汚れたくないなって皆さん思うことありませんかぬいぐるみ汚したくないなってだけど、ね、でもでももし汚しちゃったらあの、ね、洗うのが大変じゃんやっぱりぬいぐるみってさお風呂に入れてあげるっていうのがすごく大変だからあんまりお外持ち歩けないなとか思うことありませんかそんな時にですね今回発売されます。 あらえるぬいぐるみというのがございまして、まあ、こちらは以前からあるものではあるんですねあらえるシリーズっていうのはあるんですけれどもあの今回7月の20なんとか4月末にですね新しくポケモンが追加されるよということではい。 今まではパピモッチはいたかなパピモッチとかはいたんですけれども今回新たにねいろんなポケモンがあらゆるシリーズにとなって登場するということでぜひ皆さんのね推しを見つけてみていかがでしょうかこの子はですねあぬいぐるみ汚れちゃうからあんまり気にして持ち歩けないなと思ってもちょっと汚れちゃったらもう簡単にお風呂に入れてあげられるあらゆるシリーズなので簡単に入れてあげられるそして簡単に乾くもうもう思う存分 連れてけるそうな,んでなのでお子さんがい,いらっしゃる方とかもやっぱりお子さんはね砂遊びとか結構公園にね公園に行くの好きかなと思うんですけれどもこう公園にもぬいぐるみ連れてくるよってお母さんの身としてはねこう公園にこれ連れて行くと思っても「ダメだ汚れちゃうからダメ」って「もうお家で遊びなさい」ってなると思うんですけれどもこれからは「うん行っといで !2 人で行っといで!」って言えちゃうんですよね。ぜひ洗えるシリーズ どううでしょうか <laughs> えー、おいくらだったかなおいくらだったかは皆さんの目で確かめてくださいえー、どのポケモンがさ追加されるっけどのポケモンが追加されるっけなでも結構ねなんか数多かった気がするんだよねそうまだ発売まだかな うんあニャオハいるんだええー、人気ニャオハじゃん人気ニャオハビクティニとかいませんかねビクティニとかさ炎タイプ洗えたらあ待ってビクティニ <laughs> 言ったそばからあワンパチワンパチワンパチあれこの輪が好きならワンパチだっけいやパビチだよねうんうんうん ワンパチこいよね、ワンパ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 。ワンパ,ワンパチ可愛い,いよね。う,んうん、うん、いや、なに、待って、忘れちゃったな、ラインナップ。え、虹丸いいの。え、ジラーチもいいの。めっちゃいいじゃん。ニャース。あ、ニョロンもいたわ。 ごまぞうあかわいいねでねんねいいのねでねんねかわいいでねんねでねんねとか絶対コナン好きだよコナン多分小動物系みんな好きだと思うよ多分ね多分ね多分ねんじゃんんじポケモン以外で好きなキャラクターっているパペットスンスンパペットスンスン今日はパペットスンスンがコーヒーのこコ,コーヒー見ながら っなってる動画を見てきました。あれは何の動画かわかんないけど。あぺったんしゅんしゅん。スースあのね、ナランダさんかながあのポケモンの名前当てゲームみたいなの。 やったんですよ。YouTube で。それがもうめっちゃ面白くて。え、え、ありがとうえ、もう待って、今日、くボパフェの日だ <laughs> ええー、嬉しいありがとうごめん、ありがとう。本当に。パフェ、パフェ作りたいパフェ作りたい。ねえ、ありがとう。嬉しい。待ってね。<laughs> パフェ箱箱 ありがとう。ハコ今日はさ、せっかくね、あの、ゆったりでだったのかなだったのに、私に時間を割いてくれて、本当にありがとう。嬉しい。あ今日お話がありがとう。大好きな夏、今年もやりつけて最高更新。え、嬉しい。私がよく更新していこうっていうの言ってくれてる。いや嬉しい。本当、こちらこそで、いろいろさ、話してくれてありがとう。こう、さ、普段私がさ、話してばっかりだから、まあ他の、 みんんなもそううだだと思うんだけど私が話したりするからこうみんながこの日常のこととか教えてくれたり話してくれたりするのもすごい嬉しいし本当に私話すの多いと思うけど本当に聞く,あの聞,聞くことも好きだし全然聞,いてる聞くので、はい、みんなもね話してくださいぜひいろいろ。何でもこう力になれるかはどうかわからないけど、ね、ぜひ話してほしいです。 嬉しい本当に嬉しくない私もハコとね過ごせる夏がすごく嬉しいし今年も過ごせるって思うと本当に嬉しい当たり前じゃないからねほんと何も何もかもありがとう絶対に絶対にもう全部もうもうもう,もうスカッとした夏にもう最高の最高の <laughs> 最高のもうデラックスマックス スペシャルレボリューション最高の夏にする私たちがだから最高の楽しみをねもうね,もうね似合い中の夏にしましょう皆さんいやー2024年似合い中の夏だったなーってこう秋頃になった時にさ 中の夏だったなーってこう思い返してもらえるような最高の今年も最高の夏だったなーって思ってもらいたいから頑張りますありがとうハコハコクマパフェありがとう嬉しいお仕事頑張ってね無理しないでねえいえいお嬉しい嬉しい見て私3つもパフェ食べれちゃうなんですけど だって <laughs> パク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 えそうじゃん秋もニアジョイだしだからもう365日ニアジョイっていうことですよやっぱニアジョイしか勝たんニアジョウ大好き私うん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 シャリタツで西田さんがさそう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 なのそうなの そうなのよあのシャリタツとかもねちょっとほんと見てほしいそれ動画の名前何だったっけな忘れちゃったんだけれどあのシャリタツっていうポケモンがいるんだけどそれをこうえそのポケモンだけ見て名前を当てるみたいなそうシャリなんかキリツみたいなシャリシャリツみたいなこういろいろ言っててこう近づくと西田さんが <laughs> ってなるんですけど <laughs> それがめっちゃめっちゃ面白かった。

モカ、うん、じゃなくてなんかねおすすめ流れてきたかん私がポケモン見てるかなうか分かんないけどね出てきました、うんうん、あかちゃんと令和ロマンさんの漫才見てたからかなそのその流れであれかなでも確かにポケモンのだけ見て名前だるって難しくないですかいイルカマンとかはまあ当てやすいと思うけど 絶対当てられないとこあるよね伸びたシャリタツかえわかるかわいいよねシャリタツ,リタツヘイラッシャーヘイラッシャ面白かったそうなんかお寿司屋あのーヘイラッシャーって人がいるんだけど人じゃないポケモンがいるんだけどあのあの当てられないからじゃあ一回お寿司屋にな,なってみてみたいな一回お寿司屋になってみて へい、hey, らっしゃいって言って <laughs> 当たったの。へい、hey, らっしゃい。そう最近全然さレイドあのバトルバトル全然できてなくてポケモン全然できてなかったからこの夏に向けてねこう最強のピカチュウだったかなとかいろいろねイベントがあるのでやりたいと思います。 ほ本当に勝てない本当にちゃんとさお薬使って育ててんのにこうそのバトル用のねやっぱ勝てないですねなかなか難しいですよ、うん、スプラトゥーンいいねあっピカチュウも始まってるそう始まってますかピカチュウスプラトゥーンは あのプラットーンはね前はローラーが好きでした特訓してるよすごい特訓あの雪んとこ行って、うんうん、オリーバーなの今回のポケモン今回のそのあれ強いやつ聞くあの相性いいよみたいなやつオリーバーなのオリーバーはちょっとすら出てないですね はいやっぱレイドバってーってやっぱどのポケモンがやっぱいいの私あれあ,あの子育ててるけどあの子えー、っとやばい出てこない鉄のカイナだっけあれは育てたんだけど腹太鼓とかもう最近使ってないうんうんうん あとはお金をお金を貯めるためにニーフィアをやってたんだけどでもそれがもうね使えなくなっちゃったみたいでそうだよねそうだからね本当にすごいと思うそうポケモンに合わせてさいろんなポケモンを育てていかなきゃいけないじゃんそのポケモンを勝つためにあのね毎回こう出てくるのねポケモンがでもやっぱり相性とかあるじゃないですかだから毎回その一人ねこう育てるにはだいぶこうお金まあそれがまあ全てじゃないけどやっぱりこう 勝つにはね、こうちょっとお薬をこう飲ませてあげるみたいなのがあるんですけれどもそのお薬を買ったりその攻撃力が上がるお薬とかいろいろあるんですけどそれを買ったり特訓をしたりってすると結構ねこうだから本当にすごいと思う本当に皆さんすごいよねだってさ毎回毎回さ育てるわけじゃんポケモンすごいよね でもさ昔はそんなさやってないやあの知らなかったしさ今すごいよねそこまでそんなできないよ私ほな全員はできないねこうちょっとこの子あの愛情コメコメしたいなっていう子はさちょっとやったりするけどねうん、うん、みんな最近ゲームやってますかゲームハマってるゲームとかありますか ゲームのやりたいんだよなみんなのゲームこの間電気屋さんに行ってあのー、スイッチのコーナー見てたんですよなんか全部欲しくなっちゃった全部欲しくなっちゃったそう今回もラベンダーに染めましたラベンダー大好き家辺でもねラベンダーなんかひっくりくるんだよね やっぱ君が強くなると肌の色がやっぱくすんで見えるのね私はだから君を抑えてもらいました君を抑えるとなんか肌の色がまあまあそれでもあれだけどそこまでくす,、まあ、くすんでるんだけどその君が超君っていう時よりかはくすまないの私のまああのあれか被害妄想かもしれないけど被害妄想違ううんとね 思い込みかもだけどだからしばらくこのラベンダーいいなと思う光に当たるに日光に当たると結構ラベンダーで綺麗だからニコノイジュイとかもお外だからラベンダー系がいいなって思ってる似合ってるちゅうありがとうちゅうあ似合ってる幼虫ありがとう幼虫き綺麗な色だねありがとう <laughs> 好きなクッキーは何ですか それはクッキーランの話話でですすかかゲーーームのののククッッキキラランン好きなクッキーはなんかさくらんぼのこうあのチェリーのあのあボムボムのやつ使ってましたけれど、まあ、本当の食べるクッキーで好きなクッキーは何でしょうね好きなクッキーんーとサクホロってやつサクホロ ってなるやつが好き何あスノーボールクッキーとか。あとはうんなんか周りにざざらめついてるやつとかココナッツみたいなやつココナッツみたいなココナッツクッキー。何 <laughs> でも好き。モンハンすわモンハン懐かしい。モンハンちょっとしたかも。お肉焼くのが好きでね。ちょっとしたかも。 ナンプレえナンプレってなんだっけあの、え、あの、あの、パズルみたいなやつノートレーンのやつですかナンプレって。絶対違うかなずっと第五人格でさ <laughs>。あのさ、あの、TikTok の方で、まみちゃんだっけわかんないけど、なんか、あ、王女ヤッホーみたいな、知ってる、知ってますか <laughs> その人がいつも、荒野行動と第五人格を進めてるんですけど、 うわー名前忘れちゃったけど何ちゃんだっけなかなちゃんえ、もみちゃんなんかみんちゃんおはようみたいな。なんか。えー、やめてこない、出てこない。出てこないな。なんか嫌な。なんか嫌、嫌ランキング。あっ、えっと、ヘビかじゃなくてなんだっけあ、カエルカランキングみたいな。カエルカランキングみたいなやつをいつも。 なんか40何位とか13位とかいって25位とかいってやってる男性の、ね、方がいらっしゃるんだけど <laughs> そ見とかいつも第五人格進めてる、うん、うんうんうんか私ね <laughs> あゆみのすごい不思議だね <laughs> なんか私ねでも流れてくんだもん流れてくるんだもんあでも見たよ見たよ ヨギーだっけあれヨギーだっけがコストコで私がさほら言ってたさあのあパリピパリピさんいらっしゃるじゃないですかパリピのさージーいじるじゃないですかその方があのコストコに行ったんですけどでもピザとねスープ落としちゃってピ,ピ,ピザとスープ落としちゃって。<laughs> うん それが5点なんとかいいねもついてて、そうでもちゃんとね、あのアイスを食べアイスかな、なんか今こそとこうみたいな感じでアイスを食べたんだけど、多分画面外で多分落ちちゃったんだろうね、あでああーってなってるなっててその切り替わった瞬間に落ちたんですよピザを落,落としちゃったみたいで、もう悲しいでもね最後にちゃんとちゃんと拾えましたって言ってて、そう。 今ローソンって言ってローソンの商品じゃないものをねこうやって紹介したり本当に可愛いんですうん可愛いってなんかすごいなんか偉そうでもう人生の大先輩ですけれどもはい <laughs> ね今みんな TikTok あるよねさあ私あるかな <laughs> みんなね 私 TikTok ねめっちゃ見ちゃうビクミンやったことあるよビクミンはでもビクミンはでもね好きだけどやっぱみんなのこと愛情湧いちゃうからちっちゃいピクミンみんなね好きになっちゃうから食べられちゃった時に気づいたらあれなんか数少なくないみたいになる瞬間が本当にね悲しいみんなに「いや行くよみんなピクミン!ひゅ」って「ヒューって言ってピーって言ってこうピクミンも ってよし行くぞ行くぞあれなんか出発時より少なくないってなるんですよそれがちょっと悲しい悲しいだけえ悲しいんですよねなピクびンやってましたオリバーですオリバー博士うん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 上手に焼けました ピクミフォーがピクミンだ今フォーなんだフォーちょっとみんなのみんなのちょっと戻ってるファミコンねパワープロねパワープロやったことないの私やったことないよそう なんかね、すごいやりたいのなんかこの間見に行った時はルイージーマンションがすごいピックアップされててでもルイージーマンション怖くてできないんだよね <laughs> お化けが怖いからさんからお化け系とかその追いかけられる系その逃げる系やばいやばいって逃げる系が私ほんとにバク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 クしちゃってできないんですよねルイージーマンションでもすごいねこう震えるんですよいっちゃったとことある気がするんだよねでも怖いんですよね あれオリマーだっけオリバーじゃん。オリバー。オリマー。あれオリマーオリバーっていなかったオリバーって。オリバーってじゃあ誰えオリバーって誰じゃオリバーってじゃあ誰なんかいない でも今いろんなカセットあるよねあカセットって言っちゃったカセットって言っちゃうんですよね私カセットあ切っちゃったわゴ、うんうん、もにあいじゃいでもボンバーマンやってほしいえっボンバーマンやったよねボンバーマンやってないっけやったよねボンバーマンあれボンバーマンだよねあれ,あれあれ,れあ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 れ あれれれ見てないのかなあれ <laughs> 超前だねでも超前にやってますねあれれれそうで私があのクッションでボーンってなるやつやってるよあれボンバーマンだよねでもあの時はちょっとボンバーマンのボの字もなかったんでちょっともう一回やりたいです 迎えらしてくださいゲームやりたいゲームやりたいうん懐かしいよね全然結構前な気がするうん、うん、桃鉄やったよリピリピしてくれてんのわざわざありがとう本当にうれしいでも桃鉄は超長時間だったからなんかすめっちゃすでごめんなさいって感じ <laughs> そううん,うん、うん、桃鉄楽しかったな なんかすごいなんか大晦日のあれ大晦日のね雰囲気そうだよまだ見てないってことは楽しみがあるってことだから楽しみコンテンツが一個増えましたイェイイェイエーイェイイェイんェんもう一回見てくよーっと嬉しい見なくちゃ。 もてつ長いよね夜行バス寝れるかなえー、そっか夜行バスか今日今から夜行バスね私夜行バスさ乗ったことないからさこうなんだろうその気持ちをすべて分かってあげれあげられるってわけじゃないからさ乗ったことないやね人がねこういうもんでもないですけれどもでも いつもイベントとかあるたびに夜行バスで行くねって言ってみんなね来てくれるのすごく本当に優しいなっていつも思ってもありがとうございますこう夜行バスってこうもちろんねこう新幹線よりかはさこうね抑えてこう移動はできると思うんですけれどもまあその代わりにさやっぱりこうずっとこうね こういうい椅子だからさやっぱりそう肩凝っちゃうどころじゃないと思うし体も結構痛くなっちゃうと思うしさねしかもこうい,、まあ、いいまあ横おばさんの中でもさちょっとグレードグレードなん,かなんかいい感じのバスとかはさ、まあ、ちょっとあのー、距離がさ空いてるのかもしれないけどさ結構ピタッとピタッと。 として距離感のの夜行バスっての結構ね多いと思うからやっぱりねこう一人だと心細かったりとかあると思うしだけど「あの頑張って会いに行くね」って言って来てくださるのがすごく嬉しいしこうだからこそ私たちもこう体ねもしこうバキバキになっちゃったとしてもでもなんかあれなんかライブ見たらなんか,なんか痛かったのになんか忘れてるみたいな私もよくあるの。なんかすごい痛かかっったけどなんか楽しくって 気づいたら痛み忘れてたみたいなことがあるんだけどなんかそういう感じそういう風にねこう移動も大変なんだけど頑張ってよかったなってまあね私たちのなんだろうアイドルはさみんなを応援したい側だから応援,す応援できるような存在でありたいからこう頑張ってもらっちゃうっていうのはこうまたねあの逆になっちゃうのほ、うん何ね。頑張っっっててもらっちゃうっていうういのはさまたこう ね逆転立場が逆転してしまうというかこうね頑張ってくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいなんだけどでもその何倍もの幸せを届けられるように素敵なアイドルになれるように頑張りたいってすごくいつも思ってますありがとう嬉しい私もでもねコーバスね絶対こう人生で絶対ね体験してみたいんだよねだからこうユニ,ユニバー ユニバとか行きたいから一回こうねみんながいつもこうやって来てくれるからさ一回体験してみたいんだよねなんか今ってさユニバ直行で行くバスとかあるじゃないですかだからそういうので行ってみたいなってすごく思うあとこう夜行バスとかであの旅をする YouTuber さんに一時期めっちゃハマっててそれずっと見てた ずーっと見た、うんあとあいのあるよね電車でさあのー、なんか電車の窓から見たらなんかちょっとちっちゃいお家ちみたいになってるみたいなのあるよねあれとかなんだかね私狭いとこ好きだからさこじんまりしてるところ、うんね、そうねえそうそうそうそれなんていうんだそこそうね,ねそう寝る台のそれ車そう寝床そうそれめっちゃね 行ってみたい。<laughs> 寝る気満々 <laughs> 寝台寝台寝れきまんま。か <laughs> こアイランドだか。時期によっては東京から大阪三千ちょいであえー、そうなの？いやそうなんだまあ確かにそう思うともでかいですねやっぱ。 3,000円でいけるのかん、ね、うんね、うん、そう私でも絶対インリバーは絶対こうみんながいつも移動してくれてる方法であの行ってみたいっていう夢はあるそれが一個の夢でもある <laughs> 夢目標んだろう達成したいことやってみたいこともあるかもなうんうんうん ね夢がある。夢いっぱいあるよ。<laughs> こんばんは。こんばんは。えー、可愛い,い。このアイコン、ハムスター可愛い,い。私、ハムスター大好き。ハムちゃん。ハムちゃん大好き。ハム、ハム。<laughs> そうなのよ。ユニバーはね、ピカチュウ、あの、ポケモンやってる、やるからさ。 行きたいんだよね。っていうことはさ、ハロウィンはピカチュウハロウィンはポケモンですかってなったらさ、ずっとポケモンじゃないユニバーって。うん、あ明日お疲れ様、お疲れさま、お疲れさまね。ありがとう。私も、ハンまでやろうかな。うん。ハンまでやろうと思います。ねうん、広ロあ、そうだ、広ロだ。 色赤ですユニバだよ <laughs> あれマイかなマイユニバユニバユニバやでえそうなんだよコナン見たいんだよねなんかコナンの広告があのその子その子姉ちゃんが その子さんがその子さんいつもなんて読んでるって聞くの私の子様があの本当にすんごいあの爆弾に囲まれてたんですねいやこの量の爆弾はちょっとみたいなぐらいの次元爆弾に囲まれててすっごい気になってるそう本当に本当に気になってるなんかねすごいのもう もう部屋中次元爆弾であのすごいのすごいんですよなんかそれを CM かなで見たんだよね「この助けられるこの状況」っていうぐらいの絶対絶命ってこのことっていうぐらいの絶対絶命だったのだから行ってみたいですその子姉ちゃん助けたい私はうん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  えこのハムスターのアイコンって流行ってるのなんかかわいい。うんうん。うん、ん,ん,ん。そう、そんなことあるんですよ。フライングえ、そう、フライングダイナス私乗ったことないんだよね。多分。ね。多分ね。多分で乗ったことないと思うんだよね。ハリー・ポッター乗ったことあるよ。ハリー・ポッター行きたい

うん,うん、なんか毎日メンバーと会ってるけどなんかでもなんか愛しいね本当にみんなと話してるのとっても楽しい <laughs> でも「ハリー・ポッター」すごいよねだって多分実際はこなんか前も話したのこれ実際はこっからここまで過ごしてないけど映像で見るとブラーンってなるんですよね でも私もほうきで空飛びたいお願い空飛びたい今カードキャプター桜見てるからより空飛びたいいやほんと愛い小学生のさなんかさほっぺが赤くなる感じ本当に可愛いあ小学生に限らずなんだけどなんかさ可愛い初めは別に好きじゃなかったのにねなんか気づいたら初めは頬をあからめる頬をね赤く染めるなんかすごい 女優ラジの妄想デートみたたいになっっちゃった <laughs> 頬を赤く染め上げる <laughs>。なんか初めはね、赤く、なんか頬を染める描写はなかったのになんか、いつしからか、その、さくらちゃんの発言で頬が赤くなるのが増えたのえ。えって、好きになったんじゃんみたいな。 かわいい。小学校6年生。6年生で4年生で。今5年生になったのか。私の見てる段階では。かわいい、本当に。ね。うん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 。うんうんうんうそうそうそう。そう。シャワランか。そう。そう、サでも私はまだ、こう、サちゃんはまだ好きにはなってないの。 まだまだ生,き生きとさんなのまだそこで止まってるからはいネタバレはもう勘弁勘弁ご勘弁ということで私も顔くかなっちゃよすぐライブだライブなライブなんてもう赤くなるところじゃないから、ねうんうん、紅葉とともに頬を赤く染め上げるこれジュエラジ妄想デートねうん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  ああ <laughs> なるほど気になる待って映画教えてね映画あでもなんだっけえ君の名は」だっけ何見てたっけあのなんか語って私にも教えてねえすごいよねいい可愛いいかいのやっぱいやでもちっちゃい頃さやっぱこうステッキが出てくるアニメとかまあ「プリキュア」とかもさ「セーラームーン」とかもそうなんだけどさ やっぱアニメってこう憧れだよねそう憧れじゃない私ねすごい今でも憧れちゃう私もさカードにポンとかやりたいもん私もなんか救いたい世界救いたい <laughs> 私も世界救いたいよ世界変えましょうティーグラグラ 泣いて、へ、始まらないよ。うん。そうそう、その世界に入ってみたいと思っちゃうの。思っちゃう、思っちゃう。ステッキとか欲しいもん。欲しいもん、ステッキ。ステッキ欲しいよ。うん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 。うん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 。可愛い,いよね、やっぱり、キラキラしてるもん。も今すっごい気になってんの、今本当に。もう今超いいとこ。 でもねこの間、まあ、アニメを見ながらね寝ちゃってたの気づいたらで途中途中で記憶はあんのだけど気づいたら10話ぐらいね勝手に見てたの寝てる間にもうショック、まあ、別にただそっから見返せばいいんだよだけどなんか気づかぬうちに10話も進んでたって思うとなんかすごくショックだって「アマプラ」ってね見たらねなんかこうなんか見たみたいなマークマークじゃないけどさなんかこう全部ね再生した感じのこう メーターがこう横線みたいなの入るのよ。だから、すごくショック。起きてなんか全部見てるみたいになってて。別に全然関係いいんだよ。そんな戻って、戻ってみればいい話なの。戻ってみればいい話なんだけど、なんか全部見たっていうバーがこう伸びてんのね。だからそれがすごくショック。なんか本当に今それに追いつくために頑張ってんだ。そうえ、わかるそれはわかるだって。めっちゃわかる。え待って、嬉しい。だよね。 私本当にショックありゃありゃなんですよ本当にありアりリア,リアのリアなんですよ悔しい待っててしかも一回パッてなんか記憶がねなんかこう目開けてなんか覚えてる瞬間がなんかちょっといい場面だったのよシャオランなあの男の子とさくらちゃんがなんかなんかめっちゃいい感じのねなんかシーンだったのよえみたいなえみたいな すごい,いい感じのシーンだったのだけどまあ覚えてないあんまりあんまり覚えてないんだけどなんかいい感じのシーンだった教科があってもう悔しい本当に待っててね今いい,いいとこだからそう今先生怪しいよねとか今この先生怪しいんじゃないとかそうんですいいとこなの今すごくだから待ってて待ってるよってそっち側の人 <laughs> 待っててお願い待っててね 待っててくださいいそうなのそう身に覚えのないね回想シーンが流れると結構きついですねはいでレノンには7ナナをおすすめしていただいたのでで7ナナが見れるんですよアマプラでそうだから見ようと思うあと「モーメント」で教えてって言っ,て言ったやつみんなのスクショしたので楽しい楽しいです アマ,マプラで見れないのもあるんだけどね結構でもねあともうちょっとでそのオプションが終わっちゃうから窓ママギね窓ママギね窓ママギは家族が見てたのでその影響でちょっとこうって見たんだけど窓ママギもねちょっとドキドキしちゃうんだよねちょっとドキドキしちゃうんだよねそうちょっとドキドキしちゃうんだよねすっごくねでも見てたよ あの今全然物語を思い出せないぐらいなんだけど家族が見ててその影響で、まあ、ちょっとこうちょっとあのひょっと見みたいなえ3話なのえかんない私が、ね、何が起きるかとか全然覚えてないんだけどでもえだってちょっとドキドキしちゃうあれだよねいや全然覚えてないよでもなんかピエロみたいな感じのないですかピエロみたいな。 ピエロみたいいなないですけなんか私ピエロみたいな私ピエロ苦手なんだよねピエロピエロねえちょっとあやばい戦恐怖症ちょっとこういうなんかこれはいいけどちょっとピエロってちょっと怖いですよねピエロってちょっと怖くないですかピエロってさねあセコワさんのピエロはすごい好きだけど 危ないからグーチューブんこなんてしなくていいんだよ。私がやらなきゃ誰がやるのとそう言って君は笑う。危ないからず怖いんですよね、うんうに。さ <laughs> <laughs> すが指を。 でも私も行っちゃうわうん,うん、うん、クラウンってホラーえー、ホラー映画ん怖いチャッキー苦手なんか一時期私がちょうど昔ユニバーにいた時に期間限定でチャッキーの乗り物が出てたんですけどそこの前通るのもダメだ嫌だったはいうん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  でも魔法少女って可愛いですすよ、ね、いいですよ魔法でも私はこう自分の命を捨ててまでも戦えるかって言ったら戦えないじゃあ世界救えないよって話ですよねすみませんでしたすいませんだけどいや自分の命も命に変えてま変えてんどっち どっちもじゃダメかなと思っちゃう。いや自分も助かるししっかり。自分もしっかり助かるしみんなも助ける。ダメ？それじゃあそれじゃダメ？どっちもっと思っちゃうね。どっちもね助けたいと思っちゃう私は。はい。だって行きたいんですもん。<laughs> ザーザー森のガンコちゃん。 I'm の代わり a r in t ダメだよ一緒にたつ、戦うんだから一緒に助かるんだからで、一緒にね、肩を組み合ってね、やったねって言ってね、やるんだから。ダメ。どっちも助けたいエピ昨日もしてた。嘘でしょ嘘でしょ <laughs> 嘘え、昨日は話してたどっちも助かりたいって話したっけ昨日昨日何の話してたどっちも助かるって昨日話してちゃったっけえ デジャブえっでもね今カードキャプターさくらのさくらちゃんもね今ねデジャブなんかこうマセームみたいなよちよちぶみたいな見てるんだよよちぶじゃないよちぶじゃないえー、私話したかなでも私結構ショールームで何回も同じ話してるからありがとういつも新鮮なくいやなんか <laughs> いつも新鮮なリアクションしてくれてありがとね私多分ね 5回ぐらい同じ話絶対するの。なのにみんな新鮮なね、リアクションしてくれるの。ありがとう。本当に。いいからね。あ、それ、まあ、はいはい、前も話してたって言っていいからね。みんな新鮮なくね、反応してくれるの。もう、女優だよ。俳優だよ。ありがとう。ハッピーエンドハッピーエンド 今度は夢が覚めたんて、ね、こんばんはこんばんは本当,本当にありがとう本当にありがとうって言ってあの楽しんでくれて <laughs> 優しい優しいうん、うん、優しい探しえそうだよね あんまりね覚えてないから大丈夫。え、そうですよね。私もだって、話してると思う。5回も話してるんだよ。そんな同じこと。どういうこと <laughs> 話したくなっちゃうんだよね。そう。だからみんなも同じ話していいからね。え、あのさ、どうする自分だけが、もう、同じ日をずっと過ごしてる。どう、どうするみんなは、普通に過ごしてんの。で、 あ今日なんんかのテストだよねって言やるじゃんでも、まあ、普通にテストするじゃん。で寝るじゃん。起きんじゃん。いやー昨日のテスト難しかったなあってまぁ、あ、でもテスト私わ解放感だと思ったらえー、今日なんとかテストだよねって緊張するって言っててえ昨日テストやったよねみたいな。昨日テストしなかったえ何やってんのあいみってテストテスト今日だよって一緒に勉強してたじゃんで自分だけが同じ日を過ごしてるの。ちゃんとどう どう思うど,どうする私だったら耐えられないね <laughs>。どうしたらお終わるんだろうねそれってさ。ね。いやでも1週間ぐらいは別に全然いいよ、私。なんでかっていうと、なんか他のこの時にこの選択をしてたらどうなったんだろうとか思うの楽しいじゃん。 だからもしライブいやライリリーブの日だったらもうえいいですよずっとえ、ね、もしリリーブの日だったら全然1週間なんて全然いいですよしたらあのここのありをこう変えてみたらどうだったのかなとかメイクだってさ1週間変えれるじゃん <laughs> そうしかも写りとかもさ研究できんじゃんああ昨日こっちで撮ってたから今日はこっちかなとかできるしこう普通の生活にしても こうアイミどっちがいいかなって言われた時にこっちを選択し,してたけど逆を選択してみたらどうなったんだろうとか見れちゃうじゃん。って思うと1週間ぐらいは別にいいかもって思っちゃうでもさすがに1週間過ぎたらうんどうしたら治るんだろうそれってどうしたら治るんだろうねでも怖いか怖いかでも。 お休休みみのループななら大歓迎えー、でもずっと休みなんだよそしたら退屈になるよ多分うん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 時をかけるえいいね「時をかける少女たいは輝く」 過去もも未来も懐かしい仕事行かなきゃいやループいや怖いよね確かにでも考えちゃうね。やっぱアニメを見てると私だったらどうしようかなとか私がこうなったらどうなっちゃうんだろうとか思っちゃうの考えちゃうんだよねでも考えるの楽しくない 知ってるねなんかね音楽番組さんでね聴いてたよ <laughs>。あとでも「時をかける少女」のなんだったっけななんかドラマなんかわかんないそのドラマかわかんないけどなんかさ AKB さんがなんかコラ,コラボしてましたよね。「ラブトリップ」の時にとかなんだっけ それはなんだまた違うやつかななんかななんんか、なんかありましたよね私ラブトリップ大好きなんだよね。ラブトリップの衣装大好きで。ラブトリップ。ラブトリップ時の体へラブトリップ帰えな胸の奥にし。大好き。<laughs> 振りもね、頑張ってね、覚えてました。大好きで。 7年前うんえ七7年前考えてみよう私の7年前とはえ七7年前嘘だよええラブトリップが7年前それは嘘だよねさすがにええそれは嘘だよねさすがにえ本当

そうでしょうすごいねびっくりだよそっから7歳年取ったんだよ私すごいねすごいねびっくりだよ「僕らの知ってる街は14歳だ私」<laughs>「そこへ行いてしまったのだろう」 大好き記憶を修正しながらチュ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 ,チュ,チュねえ難しいなあ,あの人は大好き過去かっこかめっちゃ見てたもんお歌番組とかう <laughs> <laughs> んう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 ん何か MV もね告白し,してるなんか MV でね めっちゃ覚えてました。その CD、その CD でイベントになんか参加してたから、なんかすっごい思い出があんだよね。カップリングとか。幸せ分けなさい。周りの人。難しいな。え本当にびっくり、本当にびっくり。え小一巡十一年前だって。 えその時期さすりほんとに同じやちょっとびっくりですよ大好きでもその時期会場ええー、そう同じ場所にいたんだじゃあどうもあの時のあの時のあの時の,あの時のツールですみたいなあの時の あのの時のうんうん、うん、ジャンピングスカットジャンピングスクワート聞くよねつっちゃいよ8歳だってえ八 <laughs> 8歳って何優んいんんんんんんん なぜか落ち着くこの場所待ってもうハンになっちゃったもうハンになっちゃった言い残したことないかなハンに言い残したことないかな何かありますか言い残したことあるかなうん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 待ってなんかこのリップ味がする これ <laughs> なんか味がする何これモーメントもしなきゃあでも今日はちょっと早いからだわじゃあじゃあ余裕モーメントだ余裕モーメントねえねえ じゃん今日パフェだパフェえー、ありがとうひなのちゃんひなのちゃんもさ今日会いに来てくれてありがとう嬉しかったっねこうやってオンラインでさあ久しぶりに話せてすごい嬉しかったしでもさ忙い移動中だったかな忙しいなんか会いに来てくれて本当にありがとう嬉しかったありがとうひなのちゃんえ,えお話し会で みたいな感じですかクマファペは、ね。ありがとうね。私何もできてないのにありがとう本当に。ねえひなのちゃんうしい。しかもねいっぱいねあの仲間たちもいてめっちゃ可愛かった。ポケモンにあの混じってるプーさんが本当にか愛かった。ね、え嬉しいありがとうひなのちゃん。 ひなのちゃんひなのちゃんともあの思い出ねこれからも作れるようにであいみんいいなあいみもいいなと思ってもらえるように頑張るね嬉しいありがとうお寿司食べようね一緒にお寿司一緒に食べようね私お寿司大好きだから私もね嬉しい本当にありがとうひなのちゃんいつもありがとうそしてくまパフェ本当にありがとうおいしくいただきますありがとうね逃げてくれて <laughs> また話そうね ありがとう。食べようね。だって食べようね。ありがとうね。嬉しいののちゃんありがとう。フ <laughs> ふいっぱいいただいちゃった。スンスン。カベットスンスン。フフ <laughs>。なっかなっかグつズ。おなかの歌おさしえたな。なっかグつかわいいあの声。なんだ 意外と喋るの可愛いんだよねパペットスンスンと明るいとにかく明るい安村さんが話してんのねで安村さんが「えー、朝は何朝食べんの朝は何パ,、えー、パ,パンえっと米派パ派パンパンかいいよね!」みたいなめっちゃ笑ってる2 <laughs> 人のお二人のやつがあるんだけどそれめっちゃ大好きだようんそのその安村に何してんのみたいな感じで、ね。 <laughs> かわいい本当にそうすんすんがねちゃんと答えてんのよそう病院の話をしたりね本当にかわいいのその動画見てほしいぜひぜひとも見ていただきたいねうん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 そう絶対面白い絶対面白いの本当にそう絶対見てこの後絶対見てくださいパンハパンみたいなそうで安村さんも なんかその独特なのの空間のこう雰囲気に爆笑してんだよえー、何で見たかな、えー、私 TikTok で見ましたよ TikTok 載ってたけどめっちゃ面白いそうめっちゃ面白いです「うんうん」みたいな「出てる」みたい<や>な <laughs> かわいすぎかわいいかよ最近めっちゃ流れてくるって それはパペットスンスンを見ているということですね嬉しいな今日はオンラインお話しかありがとうございますあ,あ,、ね、あ, <laughs> ありがとうね嬉しいありがとうありがとう猫たんもありがとう見て見てワオイワオイ見て猫ちたんやっぱいやっぱい見て猫ちたん猫こたん猫猫猫猫猫猫 シカノコノコノコやばい頭から離れません頭から全然離れませんそれは何これをあ何だっけシカノコノコノコカンフルも頭から離れないよチャンチャンフルフル,フル今日もなんかフルみたいなあワンダフルって言ってたよねそうワンダフルプリキュアでワンダフルフル ターンターン、フルフルってなったんですよね。なんかさ、って思うとね、なんかこの世の中って、フルっていっぱい、フルに溢れてるなって思いました。そう、全部ね、ターンフルになっちゃうの。ターンターン、フルフル、ターンターン、フルルルルルってなっちゃうんだよね。ついて、そう、ついて可愛いよね。そう黄色いね、猫。あ、黄色い猫じゃない。<laughs> えっとね、黄色い。<laughs> 黄色い黄色い鳥ガーフィールドって知ってますガーフィールドって私ガーフィールドも見たんだよねガーフィールドって猫見て見てワおーイワオイ見てのこたんやばいやばい見てのこたんワおーイワオーイワオイ猫はいい猫はいい猫かわいいよね そう、このフレーズしえ、なんかすごいすごいすごいなんか <laughs> あの。あの、ここにある定形文みたいな <laughs>。これ誰でも押せるなんか定形文みたいなボタンみたいな <laughs>。やついっぱいやってくれてる。ありがとう <laughs>。すごいうん、うん。みんなに言ってるんでしょみんなに言ってる 嬉しいありがとうわざわさありがとうございます,います私にやりーこあるジョイの小沢あいみと言いますよろしくお願いします <laughs> ニアジョイとぜひニアジョイを覚えてくださいニアジョイです私は小沢あいみですあいみですあ愛みって呼んでくださいあいみって言わなくてもいいですよあいみちゃんでもいいですしあいちゃんでもいいしあいみでもいいしざわっちでもいいしざわちゃんでもいいしうん、おざわざわざわおざわざわでもいいです

なんか私言い残したことはないよねあるかななんかあるようなな,ないような大丈夫だよね大丈夫だよねもう終わるけどトラケン聞いてはありがとうあみちゃんのおしゃべりが大好きええー、ありがとうござわざわます嬉しいありがとうございますトラケンそう出させていただいたのでぜひ,ぜひ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  なんか今ね、痛いもん。にってできてんのなんか、おこが痛いの、喋ると。う <laughs> ん <laughs> うんうん、配信おとに書いたら、テーマ、えっ。よかった。よかった、あら、もうあるのか。こ、え、もう。もう。一時間三十、あれ。ど、何時から始まった、あれ。 そんぐらい一瞬って思ってくれるくらい楽しんでくれたのかな嬉しいな <laughs> うん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 、うん、全然ですよ全然全然痛くないですよはいサイズポニーまだ髪が足りないんですよねそうウルフがあるからさパサパサしちゃうんだよねうん、うん ね,でもね三つ編みとかしたいけどライブで三つ編みってさ私崩れちゃいそうでさ崩れそうなんだよねでもなんかツインテールもちょっと衣装衣装を選ぶよね結構ツインテールな私さうんちょっといろいろねできるやつを探してみますね ハーフアップは面倒くいのハーフアップあんま私、ね、ハーフアップ,プ,アップね得意じゃないイメージがあってイメージっていうか得意じゃなくって高めのハーフアップだったら前なのかなでもなんか髪が足りないんだよねまだちょっとこのパサパサしてるのここがねボサボサできない <laughs> なんかあのライブ終わって髪の毛外した時みたいになってる うん。うん。ちゃうちゃう、ふるふフちゃうーゃう、ふフふる、ちゃうちゃもう終わるね。だからね、そしてもう、もうちょっと頑張ってみるね、じゃあ髪。うん。でも今の色が本当に、結構、お気に入りちゃんなので。楽しいです。っていうか、今日のパジャマが、この色で良かったなって、すごい思いました。 三つ浴びでターンフルなんでよ <laughs> なんでよ <laughs> うんうん、うん、じゃあランキングを読むね読ませていただくねオリンピックまでのあと10ああ楽しみだってみんなオリンピックまであと13日だってあと2週間弱だよっしゃ朝まで起きて朝まで起きて応援するぞサッカー見ようね一緒に見ようね ねえねえ一緒にどう一緒に見ないこうま物理的にさ隣にさピタッと去って見るっていうのはまあできないけどさでもこうさ同じ時間に起きてるってこうさ思,思,思うじゃん。こう私が起きるってじゃあみんなも起きてるって思ったらあ今起きてんだみたいな。今起きてんだって思ったらあ一緒に同じの見てんだとか思ったらさ楽しくない楽しくない しいな確かに朝朝ってさだ5時から配信できるのやばいじゃん5時から配信どうしちゃったのうんボイメで送るねやったーボーイメ大好き声大好き落ち着くなんか声聞くとやったーボーイメ待ってまーすうん <laughs> 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 朝、朝配信するよこんなんで 今ちょうど今ちょうど目をねしっぱしっぱさせて嬉しいだって <laughs> 嬉しいね <laughs> 嬉しいね, <laughs> しいね <laughs> ゴールキーマスキーよっしゃーだけモーメントに <laughs> 奥さん <laughs> みんなよっしゃーって送ってモーメントさでもすぐ見れない時あるから結構反映されない時あるからやっぱ棒読めですよみんな私にメンションで。 ゴールフフッ。眠れいままにで眠れないままに。眠れないまにやんか。ボイボイパパとボイ。ボイメカ思っとボイパ。ゴールしたトラ <laughs>、ねねま、<laughs> <laughs> ップ <laughs>。どういうことどういうこと俺も一時期ボイ,ボイパしたかったな。

私目開いてないいかもねいやでも私5時なんて全然起きれちゃう人だからでもね聞いてくれる私いつもはすっごく夜更かししちゃって結構朝日が昇るまで起きられちゃうね起きられちゃうというか起き,ちゃっちゃ起きちゃうんだねだけど大晦日とか「今日は寝ないぞ」っていう日はすぐ眠くなっちゃうだから張り切るとダメなんだよね いつも本当にずっと起きちゃうのに寝れないのに張り切るとなんか <laughs> すぐ眠くなっちゃうの <laughs> だからダメかもオリンピック寝ちゃうかもでも頑張るねか意気込まんないことにするうわーうわ寝たいのにあっあそういやー別に寝てもいいけどいや別に寝てもいいけどな寝よっかな みたいな、感じ。子供でかい。大人だし。大人だし。21だし。大人だし。<laughs> 石ふ。いじ、いじはる。子供。大人だし。子供じゃないし。<laughs> そう。確かに。まあ、別に、まあ、起きてたら見よっかな。みたいな。起きてたら見よっかな。みたいな。テンションでいくね。 <laughs> そ,うそうさらあいと寝ちゃうんだよね本当にうんうんいや布団に入らなくても座椅子に座ったら終わりなのそう座椅子に座ったら終わりなんですじゃあやっぱもうダメだタンフルが離れないタンフルが離れませんブレイクダンスこの間言ってたはブレイクダンスブレイクダンス楽しみどういうどういうダンスなんだろうブレイクダンスって あ、こうやつか。回るやつか。ピュ,ッピュ,ッピュッて。回るやつですか、うん、う,んう,んうん。床で寝ないときいいよ。ほんとたまに床で寝ちゃうときあるけどね。昼寝しちゃうときあるけどね。お願い取り上げないで私から財産を取り上げないでお願い私財産がなかったらもう生きていけないで。お願い許して。 取り上げないで、私から財産取り上げないでお願い。何でもするから、財産取り上げないで。すぐタンフロで、ツォンツォンフフフフ。ふるふる <laughs> 財産っていいんだよ。財産っていいよな。財産っていいよな。財産っていいよな。 いいんだよだって座椅子って自分が好きな角度に変えられるからいいよヨギボーねヨギボーはうんヨギボーはもうね吸い込まれちゃうきっとでもこの間ヨギボーのお店見たんだけど見たっていうか遠いかかったんだけどミニオンのミニオンヨギボーがあった。 ミニヨギボーがありましたかミニオンで寝てってことねミニオンはさヨギボーにされるなんて思ってなかっただろうねうんうんうんこまにいよほまにいよなこまにいいよなでもヨギボーには手出さないよ私ヨギボーヨギボーに手出してしまったらもう何もできなくなるからヨギボーに手出したか手出したかた <laughs> ヨギボーにもうもう取りこなせるとかってますかでもヨギボーいいですよね。私もヨギボーやりたいです。座りたいです。ごめん。俺先にヨギボー行くわ。ヨギボー行くんですね。海老根ヨギボーいいね。確かに。ヨギボー。ヨギボー。 そそそうそうそう配信でもしかして遊戯 g だったけどでも全部合わせてあれどうなったんだっけだから全部合わせて覚悟になったんですようんう楽しかったなそう人をダメに人をダメにするソファ待って2時間やっちゃったそんな日もあるよね そういうい日もあっていいよね。と <laughs> 次回どうする次回絶対ねヨギボーはね眠くなっちゃうからダメって言ってこんなんでヨギボーデビューしましたヨギボーねかえませんうんうん何時しないよ何ちなんかするもんか何時しないよ,ないよ絶対。

なんか、待って親知らずでもて、こっちの親知らずはあるって言われちゃったのホワイトニングの方にちょっと親知らずがは <laughs> やだやだなんかここがなかったらショートですよねボブえでもやっぱボブって幼い 幼いかも幼いねうん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 ,うん、うん、鹿の子見なきゃしなね鹿の子見,見たことないのただ鹿の子の子でもさ鹿の子の子の子こしてあんたんってさそ,そんな気を立ってるんだったらアニメも見なさいですよねでもなんか女の子鹿の女の子が窓教室の窓かなをなんか割る割る割る シーンは何か見ましたあれはさ何鹿の女の子ですかあれは鹿あシュールのアニメそうだよなんかシュールっぽかったもん、うん、あギャグアニメなんだ私がギャグアニメ好きだようん。 ラッキンンキグ、ね、13イトゥルちゃんゲンゲンありがとう十二、イトゥルちゃんユツキちゃんありがとう十一、イトゥルちゃんタッキーありがとう10イトゥルちゃんナオピラをありがとう九、イトゥルちゃんシーマーありがとう八、イトゥルちゃんブルーゴールドありがとう 7位、トゥルルちゃん、ラブミー、ジョーイ、ありがとう。6位、トゥルルちゃん、シノミン、ありがとう。5位、トゥルルちゃん、エミちゃん、ありがとう。4位、トゥルルちゃん、ハコ、ありがとう。3位、トゥルルちゃん、ヒロト、ありがとう。2位、トゥルルちゃん、ハジメジゾウ、ハジメジゾウさん、ありがとう。

ね配信ありがとうございましたではまた会える日まで、あ、会える日までっていうか <laughs> 毎日一緒なんですけどありがとうね嬉しいありがとうずっ,んずっと似合いぞいでいてくださいもうずっともうもういさせてくださいいさせてもらえるように頑張りますいさせてもらえるっていうかこう、まあ、ずっとね似合いぞいであのいっぱいいろんなとこ羽ばたいていけるように頑張りますうん、うん、ありがとうまたにゆっくり休んでねみんな あ,があ明日海の日だよ海の日海の声が聞きたくてですよ明日はじゃあみんな海行くのかな <laughs> じゃあおやすみなさいありがとうございましたまたねバイバーイおやすみなさい